今回紹介するのは、ピソンから始める数学入門という本です。ピソンは書きやすくて読みやすい、使うのが楽しいプログラミング言語です。本書では、学生や生徒、プログラミングの初心者が、 数学の問題を具体的に解く楽しみをピソンを用いて体験します。ピソンの言語使用や使用する数学用ライブラリの使用などを実践を踏まえて事細やかに紹介しながら実装例を示しているピソンの技術的なことに関しては実践で利用するライブラリの使い方以外は基本的な機能利用に留めている。したが 既存初心者でも十分に習得できる内容だと感じた著書の中で出てくる数学の公式なども基本的にグラフ化などの可視化を合わせていっているので理解が及ばないという問題は極力回避できていると思う将来的にさらに高度な数学計算ライブラリの利用への足がかりとして 導入から勉強したい人にとって価値が出てくる著作だと感じた。以上、興味のある方は実際の商品を a m をアマゾンなどでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。